悪いが寮長に提出してくれないか。部活で夜間鍛錬をするからな。外出許可申請書だ。ああ、今日は夜間の準備があるから早めに行かなくてはならない。ああ、よろしく頼む。また逃がしたらしい。また？委員長の機嫌が悪くなるぞ。知られる前に捕まえろ。特に騒ぎを起こしたつもりはないのですよ。駄菓子屋さんでビー玉もらったの。それでお昼休みにばらまいて綺麗だなーとかしてただけ。ここか、今来たばっかだよ。風紀委員が私を探してるからなんでかなーと。綺麗だよね、ビー玉。リキ君にもあげるね。あれ、ポケットに入れといたのにな。どこ行ったっけ。こっちだったっけか。本当にどこ行ったんだ、サイグサメ。
うわぁ、連呼しないでよ、恥ずかしいじゃん。とりあえず。逃げる！捕まったら大変だよ、リキ君。もう、なんというか、お説教されるわ、お説教されるわ、お説教されるわで！一連特証ゴリ夢中！しょうがない、ここは忍びないが。ひぎ、ビー玉転がし。うわあ！な、なに？最後さ、乗れ。さ、今のうちに戦闘離脱。ここまで来れば大丈夫だね。空気の人もまだまだですな。そう？いや、あら、まだビー玉一つ残ってた。あげるね、リキ君。さてさて、回収しに行くかな、ビー玉。いざという時のためにまた必要だからね。